れていっています。よろしくお願いします。今日、僕は後ろで見てる仲間とか大阪の友達とか家族とか誰のためでもなく自分のために来ました。誰かに嫌われたりバカにされたり、それがめっちゃ怖くて、でもそういう自分を変えるために今日ここに立ちました。ポップヤーズ、よろしくお願いします。僕の会話が君で生まれ